ザスプリームスはアメリカのアフリカ系アメリカ人による女性ポップソウルグループである。1959年結成、1977年解散。長い活動期間の中で所属レコード会社や音楽性は何度か変わっているが、その前世紀は1964年頃から1969年までである。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第96位。日本では従来、スプリームの A 音、SPMG、数からシュープリームスと表記されていた。21世紀に入り、米音、SPMG、S に近づけてスプリームスと表記する例が多いが、より原音に近い発音はザ・スプリームズであるものの、依然として作品には、 シュープリームスの表記が用いられる。1959年、ザ・プライメッツとして結成。オリジナルメンバーは、ダイアナ・ロスとメアリー・ウィルソン、フローレンス・バラードに、ベッティ・マグローンの4人。ベティはすぐ、バーバラ・マーティンに代わり、そのバーバラも抜けて1961年、ザ・スプリームスと改名して、モータウンと契約した頃には3人組となっていた。スプリームスは、 モータウンの社長ベリー、ゴーディジュニアの強力なプッシュを受け、ホーランドイコールドジャーイコールホーランドの作曲、プロデュースの下でヒットを連発した。そして、1964年6月発売の、愛は、どこへ行ったのが、初の全米ナンバーワンとなったのを皮切りに、シングルが5作連続全米ナンバーワンを記録、スプリームスは一躍全米のアイドルグループとなる。 60年代の代表的なヒット曲には、ストップインザネームオブラブ、恋は焦らず、ベイビーラブ、ラブチャイルド、ザハプニングなどがある。66年のアルバム、シュープリームスウィスキーやゴーゴーは、ガールグループのアルバムが、アルバムチャート1位になった、最初の例だという。その後、1969年のダイアナ脱退前の最後のシングルとなった、またいつの日にか、まで、 合計12作の全米ナンバーワンヒットを生み出した。1967年、ベリーのダイアナだけを全面に押し出した売り方に不満を募らせ、アルコール中毒に陥ったフローレンスが解雇され、シンディバードソングが加入。グループ名もダイアナ・ロスザ・スプリームスとなった。1969年にはダイアナ・ロスが独立し、ソロに転向。代わりのリード歌手として、 ジーン・テレルが加わる。ダイアナの抜けた70年代以後のザ・スプリームスは、ベリーの強力な後ろ盾を失ったことで次第に、ヒットチャートからは遠ざかったものの、メアリーをリーダーとして、メンバーを入れ替えながら、活動を続けた。1972年には、シンディの代わりに、リンダ・ローレンスが参加。1973年、ジーンとリンダが脱退し、再参加となるシンディとシェリー・ペインが加入。 1976年には、再びシンディが抜け、代わりにスーゼー・グリーンが参加した。フローレンスは、その後、ソロ歌手として2枚のシングルを出したがヒットせず、1976年に32歳の若さで創生している。1977年、最後のオリジナルメンバーであったメアリーが独立を決意し、ロンドンでフェアウェルコンサートが行われた。一般的には、 この時点でスプリームスの歴史は幕を閉じたとされている。1986年、元メンバーであるジーンとシェリー、リンダの3人が集まり、新たにスプリームスとして活動を再開する。オリジナルメンバーのいない、このスプリームスはザフロースと呼ばれて、オリジナルとは区別されている。ジーンの引退など、若干のメンバーチェンジを経て、このグループは、 現在も活動を続けている。一方、前世紀のメンバーであるダイアナとメアリー、シンディの3人での再結成の動きもなくはなかったが、1983年、NBC テレビの特番での騒動をきっかけに、ダイアナとメアリーの不仲が表面化し、マスコミで報じられた。1988年、ロックの電動入りを果たした。2000年、ダイアナは、 スプリームス再結成ツアーの計画にメアリーとシンディを誘ったが、プロモーターの提示するダイアナとの待遇の違いから二人は、故事、代わりに、フロースからリンダとシェリーが加わったが、高価なチケット代金に加えて前世紀のメンバーでない二人への風当たりは強く、この中途半端な再結成プロジェクトはツアー半ばで打ち切られた。2021年2月8日、メアリー・ウィルソンが、 ラスベガスの自宅にて死去。死因は明らかにされていない。76歳ボーツ。彼女たちをモデルとしたミュージカルドリームガールズが1981年に初演。2006年には映画版ドリームガールズが公開された。ダイアナをモデルとしたディーナ・ジョーンズ役にビリオンセ・ノールズ、フローレンス・バラードをモデルとしたエフィ・ホワイト役にジェニファー・ハドソン。 メアリー・ウィルソンをモデルとしたローレル・ロビンソン役に、アニカの2、ローズ、シンディバード・ソングをモデルとしたミシェール・モリス役に、シャロン・ディールが配役。なお、スプリームスを売り出した、モータウンの創設者ベリー、コーディ・ジュニアをモデルとしたカーティス・ステーラー・ジュニア役に、ジェイミー・フォックスが配役されている。他にも、スプリームスから着想を得た作品としては1976年の音楽映画、 スパークルがある。ただし、こちらは1950年代から1960年代にかけてのデトロイトを舞台にした黒人女性ボーカル3人グループの物語というだけでスプリームスの実話とは無関係の完全なフィクションである。ありがとうございます。